はい。今日はね、ヘズマ料理についてね、語ってみようと思います。まあ、貝はね、今ちょっとね、全国的にもね、かなり、ニュースになってね、まあ来るとこまで来てしまったっていう感じですね。で、彼とはね、一回会ったことあるんですよ。この冬ですね。1月か2月ぐらいに、まあ会ったことがあって、まあそこでね、同じ山口県の YouTuber として、まあいろいろね、まあ話してたんですよ。で、当時、彼が登録者がね、5000人ぐらいで、で、まだね、普通のスタイルだったんですよ。炎上系じゃなくて、まだ迷惑炎上系じゃなくて、まだ普通のスタイル。うん。で、それから、その後にね、まあ、普通でやってても、全然、うまくいかないから、まあ、炎上させて、まあ、知名度を上げるみたいな。まあ、そんな感じのことを言ってて、まあ、実際ね、僕にも LINE が来たんですよ。一緒に、凸しませんかみたいな。来て、で、山口県にタック TV っていう YouTuber がいて、で、その YouTuber に凸しましょう、みたいな。誘われて、でもその時断ったんですけど、うん、それはやめとった方がいいよみたいな。それでね、まあ忠告してあげて、そしたらね、うん、まあ一人でもやるみたいな言ってたんでね、うん、まあでもまさかね、本当にね突し出すとは思わなかったんですけどね。まあそれから東京行ってね、本当突初めてね、メントスコーラーつってね、うん、まさかあそこまですると、あそこまでこうやりまくるとは思わんかったですね、ほんと、うん、それはほんとね、彼の動向はね、あの動画でチェックできてるんでね、できたんでね、まあ、見てたんですけど、あのパチンコで撮すとかね、ああいうのは、わっす、やるなーみたいなよくやるわーみたいな思ってたんですけどね、行動力とかね、実行力とか、ああいうのは本当すごいなと思うんですけど、ただね、もう自分のことしか考えてないみたいな。もう、自分さえ良ければ、周りはどうでもいいみたいな。まあそんな感じだったんだね。うん。まあ結局それで迷惑かけて、まあ、今に至るみたいな感じになったんですけどね。うん。で、彼はね、会ったのは、この1月か2月なんですけど、彼のチャンネル、まあ YouTube 自体は知ってたんですよ。YouTuber 自体、YouTuber で山口県でやってるっていうのは。結構ね、僕の動画にもね、結構コメントしてきて、まあしかもそれもなんかすごい煽ってくるようなコメント。うん。すごいしてきて、うわ、なんなんこいつみたいな。で、一回ブロックしたんですよ、彼を。で、彼と一回会って、解除して、でもうすんなよ、みたいな。で、わかりましたってなったんですけど。うん。うん、で、それからね、うん。まあ、彼がね、俺と、僕とね、ちょっと、いろいろ、絡んでくる感じはあったんですけどね。その時はね、ちょっと、彼のね、その、やり方がね、ちょっと、自分と合わないなと思って、結局、僕もね、まあ、スルーしてたんですよ。さすがに炎上系にはちょっと、付き合えないなと思って。うん。で、それから東京行って、で、まあ、突して、まあ、有名になって、で、それからね、一回またね、LINE が来たんですよ。なんか、YouTube からなんか、
収益止められたみたいな。全部黄色になったから。どうしようみたいな感じで来て。で、僕もね、一回、YouTube で、収益止められたんですよ、全部。で、2週間後ぐらいに治ったんですけど、で、それを知ってて、多分彼が行ってきたんですけど、で、まあ、そこで何回かやり取りして、で、セカンドチャンネルはどうなんみたいな。それで聞いたら、メールがね、LINE が返ってこなくなったんですけど、未読無視ってやつですよ。うん。それから彼がね、全然連絡取ってなくて、まあ、今に至るって感じなんですけど。まあね、ちょっと彼、まあ、なんだろう、ちょっとね、まあ、やらかしすぎて、まあ、山口県にこう、コロナ持って帰ったじゃないですか。うん。で、山口県の恥だみたいな。なってるんですけど。あ、でも本当ね、今本当、出歩きづらくなったっていうか、うん、それはね、本当、あいつのせいではありますね。ちょっと出歩くの本当怖くなってきた。いや、その人混みとかですよ。やっぱ、密になるとこは本当に、怖いなって思うようになりましたね。あ、でも本当彼どうするんでしょうね、今後。それがちょっと気になりますね。YouTube もね、もう9回も10回もね、バンされてるみたいだし、今後の活動がね、気になりますね。まあ、山口県の YouTube、まあ同じね、うん、山口県のね、YouTuber としてね、YouTube 戻ってこれないとしたら、ほんと生配信とか、そっちに行くのかな。あ、でもね、YouTube あのスタイルはダメだよな。やっぱ配信、生配信なんかな、あのスタイルは。って思うね。でもね、どうなんだろう。彼からすればこれでね、まあ、全国ニュースにもなったし、まあ、有名 YouTuber にもね、いろいろ取り上げられて、まあ、知名度上がった、みたいな、なってるかもしれないけどね。それをどう、今後に活かせるかっていうのがね、今後どうなるんだろうっていうのが、ちょっと、読めないっすね。ということでね、ペズマリオについてちょっと語ってみました。